サンドの飯より社風が好き、社風くんです。では今回はですね、野村総合研究所さん、通称 NRI さんに所属していらっしゃった大平さんにお越しいただきました。大平さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先にですね、はい、NRI さんが何やったかという簡単にご説明していただいてよろしいですか。野村総合研究所は俗に言う SIR と呼ばれる業界に位置していて、まあ、システムの開発だったりとか、特にですね、大きいお客さん、業界でもリードカンパニーと呼ばれるお客さんの基幹システムだったりとか、最近は多分 DX の新しい企画とかビジネスの企画からシステムを作るところから、コンサルティング、作成する構造を作るところ、最後の保守と呼ばれるずっとアプリを回収していくところまでやっていくっていうのを一通りやっている会社になりますね。で、大平さんはその NRI さんにですね、はい、いつ頃在籍したのかと、何やったかっていうのも教えていただいてよろしいですか。はい、私が入社したのは2011年ですね。その時から7年間いまして、はい、一番初めの時はコンビニとかホームセンターとか担当している流通系の部署にいました、うん、それを2年ぐらいいて、2年目ぐらいから金融系の部署に移動して、そこからはネット銀行さんと消費者金融系のノンバンクの業界のお客さんの担当してました。今はちなみに何やられてるんですか。NRI辞められて、辞めてから4年ぐらいですね、プレードっていうスタートアップにいたんですけど、はいはい、今そこも辞めて会社を自分で起こして海外に住んでいます。そうなんですね、はい、当時の NRI さんの様子とかを聞かせていただいてですね、はい、ちょっと社風をいろいろと調査していければと思いますので、はい、あ、わかりました。よろしくお願いいたします。 まずなんですけど、はい、就業中のルールということで、作業中とか就業中にイヤホンつけながら音楽聴きながらしてていいのかっていう質問なんですけど、音楽聴くことは特に禁止とかは言われてなかったですけど、あの作業に集中する場合はイヤホンしてても全然特に何も言われなかったので、私がいたのは結構オフィスにいることが多かったので、はい、声かけられて、まあ、無視しなければ大丈夫だと思います。客先にも行ったりっていうのも多かったんですか。あ、私の最後に担当した消費者金融系のところは多い時は週4とか週5でお客さん先にしたんで、その時はさすがにしてない時が多かったです、まあ、それそうですよね、はい、お客さん先でさすがに行けないですもんね。特に明記されてないですけど、別に働いてる時にはやってる人もいっぱいですね、くらいな感じですかね、はい、自席で飲食してて OK かっていう話なんですけど、お菓子とかよく食べてましたし、オフィスグリコもあったので、はい、マックとか食べなければ言われないと思います。マック NG なんですか。マックは分かんないですけどでもそんなにバカバカ食ってる人はいなかった。みんなで配ってるお菓子とかそれぐらいですね。ちなみにオフィスグリコ以外で社内に飲食系とかでこう提供されてるものってあったんですか。ついてるビルの1階にコンビニとかがあったりするので、現状だと食事でいうと横浜の野村ビルのとこだと食堂があったりとかするので、そこで食べたりとか、コンビニで買ったものを自席に持ってって食べてる人も多分います。じゃあそこら辺はもう別に自由にっていう形で、はい、自由です、普通にやってたって形ですね、はい、マックだけはちょっとあれだと。そうですね、臭いかったら言われますね。あ、じゃあ匂い的なものですね。匂い的なものです。お弁当とかもちょっと気ぃ付かなきゃいけない。そうですね、それくらいって感じですね、はい、あとですね、文化的にお昼寝が OK なのかどうかっていう、はい、あんま見たことないですけど、ちらほらいた気もしますね。みんなそんなにやってる感じはしなかったですけどね。別にじゃあ休憩中勝手に寝てるっていう分には特にみたいな感じ、そうですね、お昼頃だとみんなそういう休憩中だっていうのは分かるので言われないと思います。ちなみに休憩時間とかってこの時間みたいな決まってるとかそういうのはないんですか。あ、ないですね。お昼頃になるとみんなで飯行くかみたいな話が出るぐらいですね、うん、特にこの時間からこの時間っていうのは一切ないです。でも個人で調整して、はい、そうですねっていう形でやってたってことなんですね、はい、自席以外でも作業してても OK かっていう形なんですけど、はい、自席以外のところに多分フリーアドレス的なのが多分最近入ってるので、自席以外でも全然対応可能ですし、カフェとかでセキュリティとかその周り見えないようにとかしてれば多分作業可能なはずですね。あ、カフェっていうのは社外のカフェですか。社外のカフェですね。あ、じゃあ結構そこら辺も外でやってても自由だったんですか。自由というか、まあ、基本自席なんですけど、はい、お客さん先に結構上長の人とか、はいはい、いろんな営業もあったりするじゃないですか。なのでカフェとかで作業することもあったろうし、コワーキングとかで作業することもありますね。そこら辺コワーキングとかでやるとかで会社の制度でそこの補助されるとかそういうのはあったんですか。あんまり聞かないですね、私の時は、はい、ちなみにオフィスの中によく共有スペースみたいなのあったりとか、はい、作業スペースみたいなのってあるところあるじゃないですか、はい、そういうのあったりしたんですか。ありますね、あるけどやっぱコミュニケーション取らなきゃいけないので席が多かったと思います。当時のオフィスの様子じゃないですけど、結構ワンフロアでバーって座ってるような感じですね。私がいたビルっていうのが横浜野村ビルっていうビルで、はい、自社ビルで作ってるんですけど、はいはい、部署ごとにこう島があって、そこで向かい席で座ったりとか、フロアの場所によってレイアウトが違くて丸型になってたりとか、いろんな形があって、そこにみんな座ってましたね。
でもじゃあ基本は部署単位で集まってて、まとまってる感じでプロジェクト関わっていくから、はい、そこでもうすぐにコミュニケーション取れるように実績にいらっしゃる方が多かったりとか。そうですそうです、まあ、その方が早いですもんね。そうです早いです。ちなみに今の状態って知ってらっしゃるんですか？リモートが増えたとか。それは直近ちょっと昔の友人というか同僚の人に聞いたんですけど、はい、今結構リモートワークが増えているっぽくてですね、この 2,3 年の動きでだいぶ社内が変わったっぽくて、うん、あまり来てない人もいたりとか、そこら辺はこう裁量に任せて自由にやってるっぽいですね。現在はそこら辺やっぱり自由にそれぞれ任せてやってるって形なんですね。みたいです。はい、ちょっとリモートの良し悪しもありますけどね。そうですね、あると思います。今もその方は働いてらっしゃる方が多いですか？そうですね、現状働いてる人です。あ、じゃあもうリアルな情報ですね。そうですそうです。超高精度年収診断を始めます。概要欄にある LINE をご登録いただくと、あなたの今の適正な年収がわかります。今の年収に満足していますか？あなたの年収はもっと高い可能性があります。ぜひこの機会にご登録ください。デスク周り汚くても OK かっていう。汚い人もいましたし、アニメ好きな人とかってグッズ好きじゃないですか、はいはいはい、そういうのはある人はいましたね。結構それぞれ本が並んでる人だったりとか、それは結構千差万別でした。結構自由なイメージですね、それ聞いて。そうですね、何か置いちゃいけないとかって特に常識の範囲なので、周りに迷惑かけなければ何かっていうのは言われなかったです。はい、それ業務には関係あるものぐらいですかね。僕外から見た印象だと、昔からあるすごい大手で、うん、きちっとしてるのかなと思ったんですけど、意外とそこら辺は個人に任せて自由。そうですね、仕事はめちゃめちゃしっかりやるんですけど、うん、そこら辺はあんまり細かく言う人はいなかったですね、うん、はい、会社的にも特にルールっていうか定められてるもなくって。そうですね、細かく言われた記憶はないです。次、あの身だしなみ系なんですけど、はい、まずあの私服は OK だったか否かっていう。私服はダメで、襟付きのビジネスカジュアルがガイドラインでベースですね。全員統一されてて。そうですね、ほぼそれで推奨されてて。あとは客先に合わせるみたいなのあるんですか？あ、そうです、あります。もちろんそこはお客さんの基準があるので、うん、私は基本スーツとかワイシャツとかで必ず行ってましたね。先ほど小売系から金融系っておっしゃってたじゃないですか、はい、金融の方がやっぱカッチリしてるとかそういうのあったんですか？そうですね、ネット銀行系のお客さんは結構銀行さんなのできっちりしなきゃいけないんですけど、私は金融系のお客さんは緩かったりするので、バシッと決めるっていうよりはビジネスカジュアルベースが多かった。かな。じゃあ最低ラインの基準はあって、あとはもう客先に合わせてどこまできっちりするかっていうところをやっていくって感じですか？そうですそうです。ちなみにそのプロジェクト自体の選択みたいなものって自分で選んでいけるかとか、アサインとかってなんかルールあったんですか？大体裁量権持ってるのが部長さんなので、はい、部署ってあんまり希望って新卒の時ぐらいしかなくて、キャリア面談の時とかにこういうのやりたいとかっていうのは言えるんですけど、はい、次こういう仕事やりたいかって、直近のものに関しては普通に飲みの席とかでこういうのやりたいんですって言って僕はアサインしてもらったことはありますし、そこは完全に人間関係とか年次で大体どういうのができるか決まってるんで、それは熱意ある方をやらせたいじゃないですか。年次でやれることは決まってるんですか？ある程度能力って決まってるじゃないですか、まあ、ううこれぐらいの年次だったらマネジメントこれぐらいのチーム見れるなとか求められてるものがあるんで、それで A さん B さんどっちでもよければこれのやりたいんですって情報があった方にアサインするので、そこら辺は結構直接やってました。大平さんならではじゃなかったですか？それはそうかもしれないちなみに部長っていうのはどの単位でいらっしゃるんですか？はい、部はですね、先ほど話した1個のお客さんを抱えてるわけじゃなくて、 2,3 個こう金融系だったらノンバンク系みたいな、はい、流通系だったらコンビニを何社かみたいな複数分けたものをくくって一つの部としてなってるんで、そこのトップは部長さんになります。でさっきこんなことやりたいんですよねって言った先は、行きたい先の部長に行ったんですか？そこがちょっと人脈的なところがあって、この部長さんがこの部長さんと仲いいとか話してると、新しいプロジェクトこっちに出始まるらしいみたいな話って絶対あると思うんですけど、社内でその時にこういうのやりたいですとかっていうことはありましたし、別のグループだとあるお客さん A からお客さん B の方で、お客さん B の方で人が足りないのであればこういうことをやりたいからみたいな話があった時に自分で言ったりとか、そういう風に権限を持ってる人に会話するっていうんですかね。結構把握しながら動かないと分かんないっちゃ分かんない。そうですね、それって自分の仕事を変えたいみたいな時なんで、うん、まあ、数年に1回来るか来ないかみたいな感じだから、その時だけでいいのかなとか、普段から仲良くしとくとかっていうのはすごい大事な気がしますけど。実際じゃあその部署を移動するってなったら、本当にもう移動っていう形でそっちの部署に移動して新たなプロジェクトに参画していくって感じですか？そうですそうです、コースを付け替えて一部先取りして入ることもありますし、おいおいそれが実体化したらもう正式に移動みたいな形で進んでます。実際のプロジェクトって結構長いんですか？長いものが多いですね。基本的にシステムって1年2年単位でとか、はい、大きいものだと 5,6 年単位で作って補修をしていくものなので、それぐらい続きますね。基本は長いです。移動みたいなところは頻繁にあったのか、
大体はもうその部署になったら結構新卒がずっとそこにいる方が多いのかとかってある。ああでも結構後者でいることが多いですね。本部間移動って僕結構特殊なケースで、流通系から金融系って本部が違くて結構特例で動いたんですよ。そういう流れの時代があって移動したんですけど、基本的にはその部署でやっていく感じです。経験がある程度こう金融系の知識と流通系の知識ってそれぞれお客さんは違えど考え方が似通ってるので、うん、本部内であれば移動はある程度あるんですけど、基本的に配属された部署にちょっとしばらくいるみたいなイメージですね。社内で働いてるとき、はい、スリッパサンダルに履き替えて仕事していいかっていう。社内だったら大丈夫だと思います。常駐先だとやっぱりあれです、ね、ダメです。必ず靴ですね、はい、社内だったらある程度は全然大丈夫だと思います。あと髪型とか、はい、ネイル、ヒゲみたいなところとか、これ全般はどうなのか。髪型はまあもちろん染めてる人はほぼいなかったですね。あんまりヒゲを生やしてる方は見たことがないですね。みんな剃ってたと思いますね。ちょっともしかしたらいたかもしれないですけど、基本あんまイメージはないって感じですね。ないです、ないです。あとネイルですね。ネイルはやってる人はいますね。女性でネイルやってる方はいたので、すごい派手じゃなければ多分大丈夫な気がします。それこそクライアントさんに不快にさせなければ、はい、みたいな。そうですね、そうですね。そこがやっぱ一番基準になってますね、うんうん、服装とかのところは。このようにですね、世の中に出てないような情報をですね、社風として今後も配信していきたいと思っています。もちろん弊社ではですね、求人に書かれていることや会社の事業内容みたいなところは把握しておりますので、そういったこの社風という観点でミスマッチをなくしたいと思って転職を検討されている方がいましたら、ぜひこちらからですねお問い合わせをお願いいたします。1年に1回で結構大きい旅行を当時はしてました。 NRI のすごいところで、それもちゃんとプロジェクトマネジメントするんですよね。ある程度年齢までで月の万円かな。でかいですね。そうです、そうです。Thank you.